はい、皆さんこんにちは。こんにちは。シノビーズバーへようこそ。また引き続き流水さんにお話を伺いたいと思います。またじゃあ乾杯しましょう。どうも。なんかあれですね、トリュフのかかった、美味しいですね。フレンチフライというこのトリュフオイルとトリュフ、絶妙の組み合わせで、絶妙の最高の店ですね、ここね。名物メニューみたいですね、これどうも。まあそんな話はあれでして、はい、ちょっとこのコズミックゼロ、これについてお話を伺いたいんですけど、これはですね、どういうストーリーなんですか。まず新年から話が始まるんですけど、新年日付が2000何年かは分からないんですけど、今年かもしれないし来年かもしれないしっていう年なんですけど、近未来ですね。はい。それでね、日付が新年に変わった瞬間にいきなり警視庁がね、ジャックされるんですよ、何者かに。で、あの警視庁だけじゃなくて、人口の多い都道府県で10個ぐらい県警本部が全部ジャックされて、しかも首相官邸がもぬけの殻になっちゃうんですね。でどうなってるんだっていうことでニュースで騒ぎになると、その間にその全国の有名な神社で、あ、寺社で初詣客がどうも大量に消えてるらしいと、人がなんか消え続けてる現象が起きてて、何事なんだってなるわけですよ。でもあの首相がいないし、その主要大臣とか政府関係者もみんなあの重要人物が何かいないんですよ。だから対応ができなくて、まあ、マスコミはもちろん取材に行くんですけど、そういう人も消えちゃって、とにかくその1月1日から人が消え続ける現象が始まるんですね。不可解な1年が始まるわけですね、はい。で本当にどんどんあの人がね消えていっちゃうんですよ。で最後の一人になるまで行くっていう、いや本当にそうなんですよ、実は。そんな話なんですか。いや本当にね、最後の一人まで行くんですよ、最終ページで。逆に言うと誰が最後の日本人になるのかみたいな。あ、もちろんあの途中でヤバいってなって、あの諸外国も干渉してくるんですね。あ、助けに来たりするんです。とにかく脱出しろって言って、日本にいると消されるっていう話になって、うん、で脱出もするんですけど、やっぱ残ってる人がいて、で本当に日本人最後の一人まで描く話で、それはやっぱりミステリーですか。ミステリーですね。あの何がミステリーかっていうと、そのなんでこういう現象が起きるのかっていう謎があるわけですよ、はいはい。それを最終的に解き明かすんですね。あのだからトリックもあれば、超常現象とか宇宙人がやりましたじゃなくて、ちゃんとやってる人間がいて、それは最後に種明かされる、明かされますね。で動機もあるんですよ、ちゃんと。動機もあればそのトリックもあるっていう、そこは重要なんですね。そうですね。なんでそれをやったのかっていうのがないと、話としてただの作り話になっちゃうんですよ。そうなんですよ。種明かししないとやっぱミステリーにならないんで、逆に言うとその種明かしするとミステリーかなとは思ってるんですけど。それが何ページなんですか。ね、2段組でね、352ページ結構あるんですよね。あれ1年間の出来事ですか。じゃあ、いや1年でもないんですけどね。なるほどね。それはどうやって思いつくんですか、そのストーリーは。いや、これはね、あの小説家の人っていうのはね、常に変なこと考えてるんですよ。変なこと妄想してるんですか。これ筒井康隆さんの言葉なんですけど、街の中で人だかりができてると、普通の人は何が起きてるんだと思っていくんですよ。でも小説家は何が起きてたら面白いだろうなってまず考えてから行くっていう、そういう常にね、なんか面白いこととか変なことを考える癖があるんですよ。逆に状況からそのストーリーを作っていくわけですね。うん、そうですね。じゃあ今回の場合は人がいなくなったら面白いだろうなって思って、ね、それはなんでだろうと。この思いつきはね、もともと僕がね、あのゴルゴ13のファンで、あの最初に描きたかったのがゴルゴ13対日本人っていうのを描きたかったんですよ。ゴルゴ13一人で日本人全員殺せるのかっていう、それ描いたら面白いんじゃないかと思ったんですけど、それはちょっとね、あまりにもとんでもっぽい話になるんで、もうちょっと、もうちょっとね、物語性のあるものにしたいなと思って。拡大版ゴルゴ13みたいな感じですか。あ、全然まあゴルゴっぽくはないんですけど、仕上がりは。でこの裏に秘められたメッセージが何かあるわけですか。メッセージすごいありますね。僕のね、出発点というか、あの僕のね、実家がこれ阪神大震災でね、被災してるんですよ。でこれが僕のね、全ての原体験で、あの常識が覆されたんですね。で僕あの13年間作家をやってるんですけど、ひたすらその自分とか世間の常識と戦い続けたっていうか、常識を覆すためにずっとやってるんですよ。通じないと、それは、うん、分かんないような、予期しないことが起きるのが世の中だと。 ね、それを描きたくて、でまさにこれを描いてる最中にも、昨年あの世界金融危機とかもありましたし、あれなんかもね、絶対ないと思ったことが起きてしまう。ないと思ったことが起きるじゃないですか。僕にとってその阪神大震災っていうのはそうで、まあそうですよね。それをね、やっぱ作品で表現したいんですよね、常に。ってことはやっぱりその世の中には予期せないことが起きる可能性があるよってことをみんなに分かってもらって、そうなんですよね。それをちゃんと受け入れろと。だから投資とかされる方にとっても結構重要なことだと思うんですね、これは。まさにその絶対に起きないと思ってた下落が起きるとか、こういうことは起きえないと思ったことが損が発生したりとかってことですよね。
それは最近のだからその投資のテーマとすごく関係してると思ってて、そうですね、うん、そのいわゆる普通のこう確率分布では想定できないようなマイナスが起きたりとかするわけですよね、うんうん、なるほどね、まあ、そんなこと言ってる間にもうすぐ5分経っちゃいましたね。結構あっという間ですね。あっという間なんですね。じゃあまた映画にしたいですね。え、映画にしたい。誰ですか、ね、あなたは。謎の声が今ズミックゼル映画になったら面白い。これはでもこのね、だってこの結構みんなねそれ言ってくれるんですよ。これすごいんですよね。見せちゃっていいんですか。あ、いいですいいです。これ撮ると帯を撮った方が面白いですね。帯撮るとここがこうこういうね、ちょっと見えますかね、開いてもらえますかね、こう水にこうねこういう風に赤羽橋の交差点が、赤羽橋の交差点をリアルにしたら水没してるんですけども、水没してるっていうのはね、作中で実際にこういう場面が出てくるんですよ。東京中が水没してしまう、こんなこと起きるわけねえじゃん、日本沈没じゃないんだよと思ってるようなことが、うん、もしかしたら起きないとは誰も言えないよっていう、うん、そういうメッセージですよね。うん、神奈川の氾濫とかあれですもんね、東京とかちゃんとそれ予測してなんか、そうなんですよ、ね、最近結構東京都も発表してて、あの川が氾濫するだけでも本当に地下鉄全部水没しちゃうんですよ。いや、ありえますよ、うんうん、東京の都市機能って結構弱いんですよね。そうそうそう、だからだって想定外のね、うん、雨とかね、1、2年前にも確か麻布十番で集中豪雨があって本当地下鉄の駅水没したこととかありましたし、ね、そういうのって起きてしまうまではないないとか言うじゃないですか、みんな。でもあるんですよ、そういうの。あるとしか言えないっていう可能性は低いけど、うん、そういうカタストロフィックなことが起きるっていう、うん、で僕はやっぱそういうのに備えた方がいいんじゃないかっていうのを作品を通じてずっとね発したいメッセージなんですよ。それがそれはやっぱ阪神淡路の原体験から来てると、言わずにはいられないっていうか。なるほどね、地下鉄されました。そうですね、わかりました。じゃあそろそろちょっと締めに入ってですね、また第3部で引き続き流水さんのお話を聞きたいと思いますので、じゃあ流水さん、はい、どうも乾杯。ありがとうございます。あなたは誰ですか。それではまたお会いしましょう、はい、またお会いしましょう。